キリト君、いつまでそうしてるのかな。アスナの表情がどんどん険しくなってきたわよ。ちょっとリーズ、でもとにかくその子を寝かせられるところに運ぶのが先ね、キリト君。初対面の男の人にお姫様抱っこなんてされてたら混乱するのはわかるよ。殴っちゃったりしても、まあそれはそれで仕方ないかも。でもなんであんな状況だったのか説明させてもらえるかな。落ちてきたあなたを助けようとした結果であって、特に悪気はあったわけじゃなかったんだよね。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ抱いてる時間が長いとかあったかもしれないけど、ここに来た前後のこと全然覚えてなくて。空から落ちてきたなんて言われても、はいそうですかって納得なんてできるわけがない。それにあんた、学校からして怪しいよ。その上下のセットのセンスはないわよね。ユニフォームも似合ってたよ。わあ、どんな感じだったのか気になります。キリト君さえ良ければ私がコーディネートしてあげるよ。あ、いいないいな、それだったら私もする。もっと違うキリト君見たいもんね。あの、服装とかの話じゃなくて。あ、いや、その服装も微妙だとは思うけど。あ、ごめん、そんな話じゃなかったよね。
ち歩いてたら通報される。CM？ 攻略？そういえば、ここ、どこなの？76？ そう。ねえ、あなたさっき、ここに来た前後のことを何も覚えてないって言ってたけど。一番最近の記憶はわかるかしら？わからない。わからないって。ちょっと待って。私自身混乱しているみたい。もしかして、この人、記憶喪失？自分でも信じられないけど、ここに来た経緯も思い出せないし、その前のことも、頭に霧がかかった感じ。ですね。あ、この方の ID はつい先ほど正式にログインされたようです。はい、でも変です。 ID の作成記録がないです。初めてゲームをする際に ID を作成して、その ID でログインしてゲームをする流れなのですが、状況から考えると他のソフトからなぜかログインしてきたとか。ねえキリト君、しばらくは私たちの宿屋に一緒にいてもらおうよ。記憶もないし、SAO にまだ慣れてないんだとしたら。こんな上層に一人で放り出されたら、下手すると生死に関わるかも。私はアスナ。これからよろしくね。名前は、それは覚えてる。浅田シノ。
右手を、こう。何これ死の。多分、それが名前見た。シノンか。よろしくね、シノン。よろしく。ある気もするけど、ごめん、続けて。自分ではゲームを終わることができないってこと。終わらせたかったら誰でもいいからクリアしろってことね。おとなしくしろってことね。わかったわ。それにしてもさ、確かに放ってはおけないし、私たちで面倒見るのは大賛成なんだけど。可愛い子ばっかりキリトの前に現れなくてもいいのにな。まったくだぜ。どうして俺のとこには一人も女の子が来ないんだ。それはまあ、日頃の行いの差だと思うけど。あの人を助けるキリトさん、かっこよかったですもんね。キリトさんはもうちょっと、いろいろと自覚してほしいです。私はいいですけど、浮気はダメですよ、パパ。
まったく。そうだね。了解。よろしく。